こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。で、今回は私が購入したものをまた紹介させていただきたいと思います。実は今回1月の後半ぐらいに古着の買い付け兼自分の買い物を含めて新潟とか群馬とかに古着屋さんを巡るツアーに出かけまして、その後も、ボンビューの仕入れも含めて古着屋さんを結構回りましたので、購入したものの大半が古着になります。一つだけ新品のものも購入してるんですけど、なので古着ばっかりになりますが、今回も最後までご覧いただければと思います。では早速紹介させていただきたいと思います。まず1点目が、ヴィンテージのスウェードのフリンジジャケットになります。ジップアップでちょっとわからないんですけど、おそらく鹿革かなと思われる、結構こうゴワッとしたスウェードを使ったフリンジのジャケットです。もう半年ぐらい前、西口さんと初めてスペシャルエディションでトークをさせていただいた時に、ちょっと冗談半分でこれが欲しいですみたいな話をしていたと思うんですが、冗談ではなく本気で購入をしました。ちょっとブランドとかはわからないんですけれども、結構古いそうな60年代か70年代ぐらいのヴィンテージのものだと思います。フロントにフリンジと袖口にフリンジ、あとは背中側にもフリンジが入った本当にウエスタン調のフリンジジャケットになります。ちょっと着てみたいと思います。こんな感じになります。ちょっと肩幅だけで言うと、私だと少し大きめの肩幅なんですけど、これぐらいだったら許せるかなと思って購入をしました。で、ジップアップの仕様になってます。こんな感じです。割とコーディネートとしては、今着てるようなこういう少しこうラギットなシャツを合わせてもいいかなと当初は思っていたんですけども、それだとちょっとこうあまりにもこう土臭いコーディネートになってしまうので、結構気に入ってるコーディネートとしてはベージュのブロードのドレスシャツを合わせて、一番上までボタンを留めて、ネクタイはしないんですけど一番上までシャツを留めて着たりするのが、なんとなくこうドレスアイテムとのミックスが面白いかなと思って、今のところ何回かコーディネートを組みましたし、実際着用をしました。で、なんか赤いネッカチーフを巻いたり、パンツはジーンズだったりチノパンだったりしてたんですけど、割とこう面白いなと思ってコーディネートをしております。YouTube で、これの紹介はしてないですけども、実際着用して動画を配信させていただいたりも しましたので、買ったんだなって思われた方もいらっしゃると思いますが、結構最近はお気に入りのアイテムで、今だとこの上にコートを着て出かけたりはするんですけども、もう少し暖かくなってくると、これが一番上のトップスになって着用できる時も来ると思いますので、またそういう時はコーディネートをインスタグラムの方に投稿させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。で、2つ目がこちらになります。オルテガのチマヨベストになります。実はこのアイテムに関しましては、ウエスタンブーツを購入した、初めて購入した時ぐらいからちょっと気にはなっていまして、なので1年半とかぐらい前ですかね、それぐらいからちょっとこう気になっていたアイテムではあったんですけども、何度か試着をしたり購入を迷ったタイミングもあったんですけども、なんとなくこうその時はしっくりこなくて購入を見送っていたんですが、つい最近、価格的にも割と買いやすい価格帯で、多分1万円台中頃ぐらいの金額で購入をすることができましたので、思い切って購入をしました。まだそれほど着用回数もありませんし、インスタグラムでも多分1回か2回ぐらいしか投稿してないアイテムではあるんですけども、もう少し暖かくなってきて、これがこう主役になれるぐらいの時期になれば、もう少し登場させようかなと思っております。本当にこれに関しては一生ものに近いアイテムかなと思ってまして、もう1着あれば十分なんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、今のところイメージとしては M65 のインナーとか、あとカバーオールのインナーとか、もしくはカットソーにこれを1枚羽織るスタイリングとかっていうのも面白いかなと思っていて、今からちょっとコーディネートいろいろ考えて、もう少し暖かくなってきたら本格的に稼働させようかなと思っているアイテムになります。ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、80年代ぐらいに流行ったフレンチアイビーのスタイリングの、割とこうその時にこれを取り入れるっていうスタイリングも結構あったようで、多分50代ぐらいの方、60代ぐらいの方は結構懐かしいなと思われるアイテムかもしれません。
それぐらいこう定番的な昔からある商品なんですけど、今回このタイミングで購入をすることになりました。ちょっとコーディネートはまた楽しみにしておいていただければと思います。3つ目がこちらになります。アメリカ軍の M43、フィールドジャケットになります。M43 っていうと今 M65 とか M51 とかのフィールドジャケットのもう本当に元祖、フィールドジャケットのもう本当に原型になったと言われているディテールがいろいろ搭載されているジャケットになりまして、M65 と同じように4つフロントに大きいポケットがありまして、ショート丈のブルゾンになります。でサイズが32のレギュラーというサイズになりまして、割とちょっとこうコンパクトに着たいなと思って購入をしました。で、所有している M65 とかに比べると生地が若干こう薄い感じがしますので、まだ冬の今のタイミングでは着用していないんですが、これに関してももう少し暖かくなってきたらちょっと着用していこうかなと思っております。で M65 がやっぱりメンズドレスファッションには一番こう相性がいいなと個人的には考えておりまして、M65 に関しても本当に大好きなので3着生地違いでオリーブとベージュとカモフラージュ柄を所有をしているんですけれども、大好きな M65 の本当にこう原型になったモデルっていうのがどういうものなのかっていうのを実際着用してみたいなと思っていたところ、本当にいいタイミングで見つけることができましたので購入をさせていただきました。で M43 多分古着屋さんとかでいろいろ探していただくと、玉数に関しては M65 よりも圧倒的に少ないんですけれども、やっぱり古いので、1943年に作られているのでやっぱりこう今の時代に残っている数っていうのは圧倒的に少ないんですけれども、それでも高円寺とか行っていただくと多分1日ぐるぐる回っていると1個か2個は見つかると思います。その中でもこのフードが一緒に販売されているっていうのは多分ほぼないと思います。実は私も M43 のフード付きで販売されているっていうのは初めて見まして、結構レアだなと思っています。なんですが結構バランスがフードが結構大きいので、この32というサイズに対してはちょっとアンバランスかなっていう気もしているんですが、あまり気になるようであればフード取ってしまえばいいだけなので、あまり気にせずに着ていこうかな、もしくは取ろうかなって迷っているアイテムです。ちょっとこれも一回着てみたいと思います。こんな感じのバランスになります。M65、ボンビューとかでもよく販売させていただいているのでご存知だとの方も多いと思いますが、立ち襟になっていてその中にこうフードが収納されているんですけども、この43に関しては立ち襟ではなくてフロントがこうグリゾーンのようにこう開いている仕様になってます。ただこういうポケットも出ているとかは結構 M65 と一緒だと思います。ドローコードのついてる感じとかも割と似ています。で、あとはそのフロントが M65 はジッププラススナップボタンなんですけど、これははめ込み式のボタンのみというディティールになってます。こんな感じになります。袖口とかに若干スレがあったり、あと袖のボタンが外側が両袖なくなってたりするんですけども、それでも相当昔のものをっていうふうに考えると状態は悪くないかなと思ってますし、何よりこう全体的にちょっとこう細かいペンキがパーッと飛んでるんですけど、その雰囲気もすごく大好きで、ペンキが飛んでる洋服とか、あとなんかこう昔の人が内側とかにこう名前を書いてたりペンで、そういうのとか意外と個人的に大好きなディティールというか、本当にちょっとこうストーリーを感じるなと思っていて、そういうのは、あんまり激しいものは避けますけれども結構好きなエイジングの一つだなと個人的に思っています。M43 に関してはこういうバランスのものになります。M65 と結構似てるんですけど、 M65 よりもしかしたらちょっと着丈が短いかもしれません。これに関してももう少し暖かくなってきたらコーディネートしてインスタグラムに投稿しますので、ぜひそちらでチェックしていただければと思います。で続きましてこちらになります。ラルフローレンのアルゼンチン製のコンチョベルトです。おそらくレディース規格のものだと思います。バックルの形状とかが結構小さいので多分女性っぽいデザインだなとは思うんですけど、サイズ的に私でちょうどいけましたので購入をしました。でコンチョが結構変わっていて、アヒルだったり犬だったりカニだったり魚だったりっていう、多分ウエスタンのコンチョベルトっていうよりはハンティングのデザインの
コンチェベルトなんだろうなと思いますが、結構独特でなかなか変わっていて面白いなと思って購入をしました。こういうコーディネートにしようとかっていうことを考えずに、割とこう単品で面白いデザインだったので購入をしたというアイテムになります。これもインスタグラムではもう何回か投稿させていただきましたが、やっぱり海外の方とかが結構好きなデザインなのか、海外の方からベルトを褒められるというコメントを何件かいただいております。結構面白いベルトだなと思ってますので、これもベルトがもう少しこう主役になる時期が来たら結構面白いコーディネートができるんじゃないかなと思って楽しみにしている一本になります。続いてクラークスのナタリーのローカットアイルランド製になります。状態はそんなにすごくいいものではなかったんですけれども、サイズがまあぴったりだったのと、ナタリーのローカット欲しいなと思っていたのでちょっと迷わずに購入をしましたが、靴の収納がもう追いつかなくなってしまってまして、こちらかあと以前から所有していたナタリー そのミドルカットハイカットのモデルはボンビューの方でどっちか販売しようかなと思っているんですけど、コーディネートに関しては以前クラークスの動画を配信させていただきましたので、それと同じような使い方ができるんじゃないかなと思っております。これに関してはソールも結構まだ柔らかいソール、クレープソールなので、どんどん履いてもう少しこう自分に馴染ませていきたいなと思っている一足になります。でまだ古着がいくつかあるんですけど、その前に新品のものを一つ紹介します。ビームス F のオリジナルのネクタイになります。黄色とブラック、あと白がうっすら入っているタータンチェックのネクタイで11,000円プラス税で販売をしておりましたので、もう本当に一瞬見ただけで一目惚れをしてすぐ購入をしたネクタイです。今私が着ているこういうツイードのグレーのヘリンボーンのジャケットに合わせてもいいなと思っておりますし、春夏っぽい生地感ですので白黒のハウンドトゥースのスーツなんかに合わせて、黒いシューズを合わせてっていうコーディネートも面白いかなと思っておりまして、チェックのネクタイ大好きなので迷わず購入をしてしまいました。結構薄い素材感なので秋冬のジャケットとかスーツに合わせるっていうよりも、どちらかというとこう春夏で軽い感じで合わせた方がいいのかなという気はしているんですが、こういうツイードのジャケットでも全然問題はないと思いますので、気になった方はオンラインサイトの URL 貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。オリジナルのネクタイですのでインポートに比べるとやっぱり値段も買いやすい値段だと思いますし、この配色本当になかなかこうやらない、なかなか出てこない配色だなと思っておりますので、チェックのネクタイは本当に大好きなので、ずっと昔からチェックのネクタイが出るたびにいろいろこう気にしながら見ているんですけども、この配色は本当に見たことがないので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続きましてリーの G ジャンです。220というモデルになります。70年代のものでデッドストックで購入をしました。でリーの G ジャンはもともと 101J というモデルがおそらく昔からやっているモデルで、その後品番が変わって、ディティールはほとんど変わらずに品番だけ変わって220というモデルになったものになります。70年代だと思います。デッドストックで購入をする機会がありまして購入をしました。とこちらがこれもデッドストックで購入をしたリーの202です。フレア、若干フレアしてるんですけども、多分ちょっと長いのでカットしようと思っていまして、カットするとそのフレア感はほぼ出ない、本当にストレートの形になるかなと思っている2020203-41というモデルになります。サイズが31というウエストサイズになりますので、ちょっと私だと大きめオーバーサイズなんですけど、少しこうゆったり履きたかったので、このサイズをチョイスしました。で実はもう一本リーのデッドストックの200のブーツカットモデル、もっとこれよりも全然裾が広がっている、明らかにこうブーツカットっていうのが分かるディティールのものを、購入しまして、それも70年代で、これに関しては80年代のデッドストックになります。全てデッドストックで購入をしました。でまずその今お直しに出している200、要はブーツカットのものをなぜ購入したかと言いますと、たまたまつい先日暗黒街の2人っていうアランドロンの70年代ぐらいの
映画がありまして、それを見たんですけれども、まあ、たまたま見たんですが、まあ、その時の、まあ、アラン・ドロンのスタイリングとかが結構こう、まあ、アラン・ドロンはジャケットを着てパンツを履いているんですけども、こうフレアのパンツを履いているんです、まあ、70年代の映画で、その当時のフランスっていうのは多分こうフレアディティールっていうのがあの大流行してたんだと思うんですけど、でその時代にアラン・ドロンよりも若い、多分10代ぐらいの若い男の子たちは色落ちをしたジージャンとジーパンで、そのジーパンはフレアをしていまして、で中に赤いラコステを着ているっていうスタイリングがあったんですけども、あのなんともかっこいいなと思いまして、まあ、その雰囲気を少しこう真似たいなと思ってフレアのジーンズを購入しました。その購入したのがその今お直しに出している200という形のフレアディティールのパンツになりまして、それはちょっと今修理出しているのでこの動画ではちょっとお見せできないんですけども、まあ、実際履いた画像とかはインスタグラムに投稿しますので、ちょっとあの楽しみにしていただければと思います。あのかなりこう新鮮な見え方になると思いますので、注目していただければなと思っております。で、リーバイスの517も若干私が所有しているのはフレアしているんですけども、まあ、それに近いシルエットかなという気がしております。で、なんでこの LE を3G ジャン合わせて3着も購入したかと言いますと、まあ、実はリーをあまり知らなくて、リーバイスのことは結構いろいろ知っているんですけども、まあ、昔からリーのデニムっていうのにはあまりこう携わってこなかった、ちょっと勉強してこなかったので、このデッドストックで大量に買える機会があったので、まあ、ちょっと購入をして、あの今後リーのデニムもすごくこう良ければ、あのボンビューでもあの取り扱っていきたいなと考えておりまして、そのためのちょっとこう勉強として購入をしてみました。でデッドストックが実はそのタイミングでリーバイスとかもいろいろ購入する機会に恵まれまして、デッドストックを何本か517とか505とかのデッドストックを購入しました。でそれに関しましてはボンビューの、ポップアップショップを4月ぐらいに行いたいなと思っておりまして、そこで、まあ、スペシャルアイテムとしてあの販売をさせていただきたいなと思っておりますので、ちょっと楽しみにしていただければと思います。であの今回購入したそのリーのデッドストック、まあ、あの今修理に出している200も含めて3本あるんですけれども、今ずっと私がリーバイスのデッドストック購入をして501と517ずっと育てているものなんですけども、あのそれに加えてリーも3本同じようにちょっとこう大切に履いていって、経年変化の状態とかっていうのはまた随時お伝えをさせていただきたいなと思っておりますので、ちょっとそのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、今回購入したものは以上になります。割と今回も短期間でちょっとあの本当にたまたまデッドストックを購入する機会があったので、いろいろ購入をしてしまいまして、洋服がまた大量に増えたんですけども、これもこの YouTube を見ていただいている皆様に何かこうお伝えできるきっかけになればなと思っておりますので、あの今後また楽しみにしていただければと思っております。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。